さんこんにちは。ヤッホーでーす。はい、ついにこっちに来ましたね。皆さん、みんなの旧期みんなの公演いろいろちょくちょく入ってて、あのコメントの中で見つけた方もいらっしゃると思うんですけど、こっちに来ました。こんにちは。星だしレコかな、かわいい、ありがとう。ファンがいっぱいやね、ほんまに。コヨリンが言ってたみたいに。てなちゃん、はじめまして。はじめまして。あ、モバメ、モバイルメールの方返信くれたことありますか。ありますよね、多分見たことあるぞ。こんにちは。皆さんこんにちは。皆さんがデコ出しを褒めてくれるので、もう圧倒的にデコ出しする日が増えました。こんにちは。で、時計は、うん、カバンですね。さすがにちょっとここはね、あのボコってなるからつけたな。カバンだよ。バーバラさん姉妹、次女のてんちゃん、そう、次女なんです私。ある、やんねやんね、やっぱ思った。もうメモりましてるから、私メモってますよ名前。あのメール返信くれてる方はあのメモってるんですよ名前を。それで皆さんに憧れる、ショップでうちわ買ったよ。嬉しい。またじゃあ私が公園出てる時に持ってきてください。見たいよ。はい、ありがとう、嬉しいね。どこだしです。今日の服も大人っぽい。本当嬉しい。てんちゃん今日ランドね。そう、いないけど、あの皆さんにはやはり劇場に来てくださる方もそうやし、今日は行けないけど、まあちょっと時間あるなって方は DMM 配信をぜひ見てみてください。お願いします。みんなを応援してあげてください。今日出るメンバー、若田も例の時計買ったらしい。そうやねんそうやねんそうやねん、言ってて若田が回したよみたいな。さゆきも回したみたいで、もうさすがに愛、さすがに愛です。おでこだし何曲げとか絶対か、星なんやろ、ここの星なんやろ、なんだろう。100円ショップの袋に今日も時計入れてる。そうそう、よしてるやん。そうです、次女なのか。そう、次女です。今もあ、マジよかった。朝のかな、朝のが届いたんかな。もうこんにちはやね。返信名前書くのいつも忘れるんだけど、あ、大丈夫よ、分かってるから、分かってるから大丈夫、全然分かってるから。こんにちは。今日は休憩だよね。そう、寂しい。いや、まあね、もう私が出ない公演も素晴らしいものになるので、なってるので、はい、私も一ファンとして見ますよ。ねんなちゃんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。今日夜公演行きます、2回目楽しみ。あ、そうなんですか、2回目夜見てみてください。いいですね。メモられたいから初返信してみようかな。うん、ゆうだりさんはメモってますね。もうあなただいぶしてくれてますもん、返信。もうありがたいことに、もうだいぶ序盤でメモってます多分。今度公園見に行くね。見に来てね、待ってるね、待ってる待ってる。こんにちは。あ、劇場に来てるのね。そう、こんにちはこんにちは。てんちゃんおうちはネットで買ったけどまだ届いとらん。あ、じゃあちょっとせかしてみてください。早く早くみたいな。こんにちはこんにちは。てんちゃんいないけど前夜公演オタクでもあるんで友達連れて行きます。行ってください、見てくださいね、もちろん。
今日は忍者ファッション、忍者ではないかな、忍者ではないですね、こんな感じですね。テンナのルームズ入ったら入会しようかな。あ、本当？椅子座ろ椅子座ろ。ここはさゆきがいた場所ですね。でこだし可愛い、ありがとう。テンナちゃん影響力あるね。時計みんなやっぱハマってきてるんよ結局ね。なんかミラーボール、待って待って、可愛い、キラキラや、可愛すぎるねんけど、これ何これ。リカちゃん、レインボーの星ありがとう。リカちゃん、ピンクのクマパンありがとう、可愛い。クマパン、マスクついてる、ちょっとダサい、ごめんね。しまこさん、紫のペンライトありがとう。ハットのおっさん、これ何、ミラーボールありがとう、ありがとうね、かわいいね。まことさん、ピカピカありがとう。やみさん、かわいい、ありがとう。これかわいい、見てみんな、ミラーボールついてキラキラよ、ここがかわいい、ありがとう、超かわいい、やばい。待ってよ、どこやっけ。あれどこやっけ。あったあったあった。こんにちは、鍵穴でテナちゃん出てみよう。いや、そう、一回ポンちゃん来ました、こんにちはねあやみおいで、あやみです。かわいいね、もうこれだけで生きていけますね、ほんと。ご飯です。さっきおったやろ。うん、いたよ、見に行ったもん。見たよ、かわいかった、ほんま。ついにこっちに来ました。聞こえたよ、あやみ。聞こえた、うん、ほんま。メイク中にいた、あのなんか聞こえた、ほんまにほんまに。バイバイ、手上げ手上げレイポンですわ、可愛いわ、本当もう。曲げ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 って書いた、星曲げ。こんにちは、キュウキュウのチーム感好きやね。それな、それな、私も好きです、ほんとキュウキュウ大好き、ほんとキュウキュウに入れてよかったって毎日思います。いつも〇〇よりって手紙みたいにつけてる、え、それなあやのちゃんつけてくれてる、マジわかりやすいけど、みんな結構、何持ってきたん、ね、また食べてる言わんと、メモとは、え、そう、名前をメモってて、メモかって書く、名前を皆さん、こんにちは、ご飯食べたの、食べてない持ってきた、うん、けどなんかあんまお腹空いてなくて、遅いねん朝食べたんが、これいやけど全然やん、今食べていいかな、ここでいいんちゃう、あっちで食べ、机あるし。出ないのを残念に思うくらいテンナちゃん人気なのよ。いやいや、本当はありがたいことですよ、もっとなんかね、そう思っていただけるように頑張ります、私も。こんにちは、ショップのうちは残り2枚やった、ありがとうございます、皆さん綺麗、ありがとう、嬉しい。服にハート、そうハートなんです、これ見えますかね、ハートです。お疲れ様です、お疲れ様です。昨日のブログの熱い気持ちは伝わったで、ありがとう。こんにちは、こんにちは。11日初めて見たとき、デモデモの涙でテナちゃん横顔美しすぎてマジ涙出た。そんな嬉しい、横向いとこ、もう一生横向いて生活しよう
細、何がですかね、声がですかめっちゃハート目立つやん、ほんまにハートね、これ大きめの白いハートです。椅子さゆちゃんのぬくもり残っとるかな、うん、残ってた残ってた、ちょっと残ってたよてんな財布壊れたし買って無理無理やっほーやっほー。その服での写真ブログとかに載せてない？ OKOK 了解です。オーディションのてんなラップってなってラッパーかと思った。あ、ラッパーじゃないね、全然ラッパーじゃインフモかこれ星デコかな、デコ出しめっちゃ美人、ありがとう、嬉しい。やっぱりギャルはキラキラ好きなんやな。いやギャルもそう分からへんけど、テンナは ほんまにあの派手が大好きですね、キラキラ大好きですね、ほんとデコ出しかわいいキュート、ありがとう。今日の服おしゃれで好き、嬉しい、嬉しいこと言ってくれる、みんな、こんにちは、こんにちは。てんな、てんちゃん、ほんまキラキラ大好きやな、さすがはギャル。関係あんのかな？めっちゃ、まあ確かにキラキラは大好きです、本当に。キラキラとか、まあ、原色ものやったりとか、めちゃくちゃ好きですね。派手、はい。ミラーボール可愛いって言ってるギャル、てんなちゃんが可愛すぎる。本当に？嬉しいね。いやけど、ミラーボールってほんまに可愛いと私は思う。めっちゃキラキラしてんな、そうキラキラしてた、ありがとう、ほんまに。デコ出してんなは美人さんやね、ありがとう、ありがとう、ありがとうです。そうポンポンがねさっきいましたっていうか、今右左斜め前でこちらを多分見てます見てたやんなやんな、前のめりになって見てましたねなんかこう横目の視野に入ってくるっていう感じでほんまにおもろいですね。あやみちゃんもねさっきメイク終わったみたいでね、可愛かったですね、まあ、ツインテールたまらんですね。こんにちは、かわいい、かわいすぎ、それなバブちゃんでした、ほんま言っとこ、ほんまかわいいわレイカレイポも可愛いよ喜んでるそこ行こうかちょっと映ったちょっと配慮しつつよいますねいますね、あそこここにいますねあやみちゃん今日の公演楽しみ、言っとくね、言っとく言っとくてんちゃんちびっこ大好きやね、大好き、ほんまに子供がまず好きで、もう赤ちゃんとかもたまらん、食べたい食べたいぐらい、ほんまに可愛い、みんな大好き。ゲスト芸人あやみ、芸人ちゃうよあやみは赤ちゃんです、わーやば、これさ店内色黒いのめっちゃ目立つわもうわけわからんぐらい黒かった今、もうサーバーかと思った自分でギャーあやみかわいい、それな言っとくね、言っとくます、こんにちはポンポン、今日も絶好調だねやってポン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 です、うまもばめもちびっこにキュンキュンしてた、そうそうそう、皆さんもまだもばめを見たことないって人はぜひチェックしてみてください。てんちゃんもケータリング食べたの？食べてないですね私今日は。てんなちゃんはレイポンと同じ高校3年生だったかな、そうですポンポンと同じです。てんなの好きなところは星が星すぎて星なのが星星星星あの多分好きなとこないねそれそれないね、ほんま書いてへんでしょそれ、星で送ってきてるな多分ファンからの返信って開業できてないって本当なん？うん多分
多分できてない気がする。何食べるの、いつこんにちはれいちゃんのすぐ、れいちゃんの声すぐ分かるね。うん、分かりやすい。朝しっかり食べる派なんだね。何食べたの。そう、朝やばくて、朝の食欲やばいですよ私。で、あの朝からカツ丼とかいける人なんですよ。朝昼夜の中で朝が多分一番食べてます。ほんまに朝から丼とか全然余裕でマジで余裕。もうめっちゃ朝から食べますよ。ラーメンとかも全然いけると思う朝から。メモられたいからメール取るかな。え、取ってないっけ。あれってのメモったような気がするな。お前は脇にハートがある。うん、脇、そうやね、脇近くにハートがある。てんちゃんほんまおしゃれ、ありがとう、嬉しい。もう画面の返信名前出てるの。うん、書いてくださってる人もいますしね。俺が正面好きやから正面向いてくれ。あ、じゃあ半々で横と前向きます明日劇団に行くけど、うちわとか残ってるかな。どうでしょう、どうでしょう。こんにちは。番号ないロボドッグ出たんやけど、これは何等なの。あー、運転手やからな。どうやろう。やけど確かにあんま出てこんけど、まあレアっちゃレアかもしれん、逆に言えば。まあそれはアニメを見ればわかるでしょうやっぱ推しがねあるから、それぞれ推しキャラがね。ケント、うん、ケント人なてんなはラブロが好きルビー誰、適当に言ってるな多分赤やな、いいの。ローズとルビー両方多分赤やろ。誰やねん誰よ、もう新メンバーおるやんあと動物系の服好きね。あ、そうやね、動物柄の服好きかも。ヒョウ柄とか。今日濃いめメイク、今日はね、いつもとメイクをちょっと変えたんです。はい、じゃあキラキラのサイはめっちゃ好きなんや。あんな動物でサイが好きなわけではないんです、私。サイ好きみたいになってるけど、あの語尾がたまたまそうやったからあのギャグになっただけで、そう、サイが一番好きな動物ではないので、はい、まあキラキラのサイは多分好きですけどね。てんてんデコ出し結構久々、うん、かな、どうでしょうかね。攻め会の時デコ出し、デコ、これ欲しいの、なんかデコかな、分からんけど、出しですか。どうしよう、どっちがいいですか今日のお顔も可愛い、大好き、可愛い、お顔も大好き、可愛い、ありがとうちょっと順番間違えたでな、可愛い、ありがとうなんて言われたら嬉しい。何でも嬉しいです、褒め言葉やったら。褒め言葉やったらな、あ、はい、もう吊るし上げますこんにちは今日はまだ泣いてないね。その毎日泣きませんよ洪水なるでしょうえ、ポンスケと付き合うとんやって、付き合ってるてのたち、付き合ってます、ごめんなさいね。まあまあ前から付き合ってました付き合ってます。レイポンファンの方はごめんなさい、多分私が一番ですね変な浮気症やから私、あ、1歳タプやから1歳よ一分じゃないよ、天南がどっちでもいいけど、一歳多歳でもいいけど赤ちゃんは食べないであげて、そうね、見守りますめっちゃ映してるし、わら、悪いやっちゃ、そう、可愛いからね、レイポンねポンポン読んだのに照れるの謎すぎて可愛い。あ、それな、ポンポンがね、読んだのにねギャルみがめっちゃ増した、ほんま
サーファーってんの爆弾爆弾言われてるやん、やばライトつけたから。てんなちゃんは女オタってどう思う？友達みたいなノリで仲良くなりたいと思ってる。バラ。もうそんあの女性の方も男性の方もそんなにも何関係なく、あのショールームとかそれこそお話し会とかはあのめちゃくちゃ友達感強めで私は話したいと思ってますね。もうウェルカムウェルカムですわ。サーファーになっても押すよ。いやてんな泳がれへんねん。あかんねん泳がれへんねん。海苦手っていうか海怖くて深海恐怖症すぎてやばいんですよね。水がまず無理で、これギャップですか？ギャップ萌え？ここ。ギャップ萌えポイントじゃないんや。ちょっと見た目あの海好きそうな感じやけど海全くダメみたいな。ヒンナのギャップ萌えは、うん、泣き虫のとこ。あ、ほんま？うん、そこに燃えてるレイは。あ、ほんと。うん、もうじゃあ中んとこは嫌い。意味わからん。ギャルでサーファー、うん、ほんまにいそう。マジでサーフィンできひんし海無理やし。お疲れ様です。お疲れ様です。水でいけるのお風呂ぐらいですね、ほんと。こんにちは、こんにちは。公演頑張ってください。そうね、皆さん応援してあげてください。9期生今今日出るメンバーも、もう場面取るかもかも取ってください。もうすぐピザが届くよ。いいね。ちょっと待って待って、今何分ですかね。やばいやばいね。レイポン今何分？16分。そろぼっちかな。どこに行くの？お疲れ様です。いや息はせえへんねんけど、うん、そんな食べるのに細いの？私のお肉送ります。え、じゃあ朝はやっぱり太らないから、あんまり食べてもてか店内いや細くないね、ほんまに。ケーキ細すぎてみんな泣きそう。けど朝はやっぱがっつり行きたくて、そうどうしても食べちゃうのよね。はい、朝からラーメンとか食べてみよう。食べてみて。てのまだラーメンはやったことないかも、朝ラーメンは。けどカツ丼はある朝。後ろ顔も好きやで。うーん、それは後ろ姿ってやつやね。後ろ顔、後ろに顔はないな多分。あんまり顔はないかも。お疲れ様です。アクスター売り切れてたような。本当？うっそ。こんにちは。レイポン見てると欲望になるからずっと見てて、まあ、もうレイポンおらんくなっちゃったよ。てんちゃん、ヒョウ柄ほんまに似合いそうよな。ほんとヒョウ柄大好きよ。家でサイ買ってるんやろ。そうそう、サイ買ってて家。もうほんま足の踏み場ないよ、サイでかすぎて。きつきつ、いつもこうやって通らなあかんから。いつから可愛いの？いつからですか？いつからですかね。階段に失礼しますって言っちゃった。いうーにょーにょー。あ、ゆきのんちゃうんか。ポンポン。そう、ゆきのんじゃないです。ポンポンがいますね。こんにちは。今日の雰囲気綺麗すぎてモデルさんやで。ほんま嬉しい。いつもモデルさんですよ。何それ、めっちゃ面白い。誤解してるみたいですけど。なんか熱弁してます横で。面白いね。男性と女性の中間の人はもちろんウェルカムですね。仲良くしてくださいって感じですよ。
1歳2歳うわ待ったもう、 うわ自然と歳出てたわもうやばい、これ歳好きなんかもな、歳系女子かもな、見た目はサーフボード似合うけどな、あ確かに確かにね、スイス泳げそうやな、そう言われるよ言われるや、言われるよ、ほんま一週間後には差しでお話できるなんて震える、それな嬉しいね、楽しみやわ、皆さんお時間ありがとうございます、お昼プロテインやでわし、ほんまにいける、プロテインだけでてんの絶対無理かもしらん、ホノピーのウエストの発作やばい、それなてな、あんなお腹鳴ったことないで、多分全然、そんな見た目と違う可愛い内面が大好きよ、ありがとう嬉しいね、朝からステーキはいけるね多分、だけどてな脂っこいもの、脂っこいお肉で脂がいっぱいついてるやつはあのあまり得意ではなくて、そうお肉は食べるけどお寿司の方が好きなんですよ、てんな後輩からモテそう、そうじゃあちょっと待ってくださいね、もうそろ私も終わらないといけないかもしれないので終わりますちょっとそろそろ終わります、シャメ会店長当たりますように、当たりますように待ってるね、皆さんありがとうございます、ちょっと急になんですけど本当にごめんなさい、自分の分だけやばいって、私とのショールームや、お話し会などなどはもう、もしよければ大人もお友達みたいな感じで気軽にお話ししましょう、皆さんありがとうございます、ちっちゃいね、でかわいいね、ありがとうございます、急な配信ですけど皆さん来てくださってありがとうございます、また急にするかもしれないのでぜひ来てください、その時は、いや今日の公演もぜひ見てください、今から劇場に来てくださる方は雨が小雨ぐらいだったので、まあ、お気をつけて来てください、滑らないようにちゃんと足上げて歩いて来てください、では皆さん終わりたいと思います、あちょっと待って、かん呼んでなかったミスミス危な危な、じゃあ呼んでいきます、13位ブッフさんありがとうございます、12位まことさんありがとうございます、11位かぬぎさんありがとうございます、10位あさみさんありがとうございます、ちょっと待ってよ、9位コンペイトさんありがとうございます、8位やすべえさんありがとうございます、7位雄大くんと呼ぶありがとうございます、雄大くんね、6位6位6位バリーさんありがとうございます、5位クニアさんありがとうございます、3位しまこさんありがとうございます、2位リカちゃんありがとうございます、1位ハットのおっさんありがとうございます、皆さん本当にありがとうございます、ちょっとねごめんなさいね、爆発音がね、いつも申し訳ないです、公演一緒に見ましょう皆さん、ではまたちょっと本当にありがとうございます、てんのも滑らんように、別の意味で、はい滑らないように気をつけます、ではでは皆さんありがとうございました、急な配信にも来てくださって、ではまたお会いしましょう、バイバーイ。